さて、お仲間が増えたところで、早速だけど頼みがあるの。ウリエンジェさん、バルデシオン委員会からの資料は届いてる？ええ、こちらに。グリダニアのグランドカンパニー、ソージャ島から調査依頼があったの。イダ、パパリも説明をお願いできるかしら。ソージャ島からの依頼は、グリダニアに住むシルフ族の動向を調査してほしいって内容だ。シルフ族ってのは、ヘンチクリンな姿の種族でさ、空飛ぶギサールの野菜みたいな？万神ラムーを信仰してるんだよね。万族といっても、好戦的なイクサル族とは違って、穏やかで対話が成立する相手さ。ありがたいことにね。満足から万神の問題を直接聞くことができる、とても稀な機会ってわけね。万神ラムーの存在は以前から確認されているけど、ここしばらくシルフ族が神下ろし、つまり万神の召喚を行った形跡はない。逆に言えば、召喚をされていないだけで脅威となる可能性に変わりはない。グリダニアにしてみれば、この万神ラムーにどう対処するのか悩みどころだろうね。イクサル族の万神ガルーダは、現在存在が確認されている万神の中でも最も凶暴と言われる存在だ。グリダニアは
万神ガルーダを抑えるのに精一杯だろうからな。だからできれば争うことなく対話で解決したい。あなたの超える力は相手との精神の壁、言葉や心の壁を超えることができる。シルフ族との対話で万神問題を解決するためにこの調査に同行してほしいの。ありがとう。そうと決まれば今回こそ支援してあげたいところだが、あいにくグリダニアの地理に疎くてね。ミンフィリア、ここはグリダニア担当のイダ・パパリモに同行させるといいでしょう。そうね、二人ともお願いできるかしら。任せてちょうだい。いいですとも。
Thank you.
Thank you.